米田豊、米田豊、米田豊、1884年4月25日から1976年4月9日は、島根県松江市生まれの日本の牧師、神学校教師、聖書学者。戦前は、日本ホーリネス教会、日本メソジスト教会牧師として活躍し、戦後は、日本ホーリネス教団の指導者、元老として活躍した。 1884年島根県松江市に中村忠治の子として生まれる。その後、松江藩旧氏族の米田家の養子になる。1890年米田が6歳の頃、英国国教会宣教師で、日本伝道隊の創設者、バークー・バックストン一行が来日し、松江の米田近所住む。その後、バックストン一行に関わるようになる。同じく、 日本電動隊の宣教師パゼットウィルクスの導きで信仰を持つ決心をして1900年にヨネラ16歳の時にバークレーバックストンから洗礼を受ける。またバックストンの下で収容していた小さき軍の笹尾、鉄サブロウの訓当を受ける。知り合いの奥田恒サブロウが東京府神田の東洋宣教会の聖書学校を入学したことを聞く。 聖書学院4月の開校を知る。そこで、ヨネダは家族の反対を押し切り1901年5月に上京し、1ヶ月遅れで神田の聖書学校に入学する。修養生として訓練を受ける。聖書学校の教師の中田重春、チャールズカウマン、笹尾哲三郎、三谷種吉などの訓導を受ける。1902年5月さらに6月に、 第二回大挙伝道が行われた。その時、中田重春は、三谷種吉の組織した、修容制による、福音音楽隊を率いて、東北、北海道の各地を巡回した。その時、米田は、福音音楽隊の一員として、大太鼓を叩く。8月には、広崎で伝道した時には、後に日本メソジスト教会重鎮になる、安倍吉宗が、キリスト教に改進する。 1902年の年末には収容生を5組に分けて実地伝道に派遣する。米田は休暇を兼ねて戸賀市と一緒に千葉県に派遣された。1904年に20歳で徴兵検査を受け日露戦争に従軍する。1905年に終戦後本国に帰還する。その後、聖書学院に復学し、岩手県土崎へ伝道に派遣される。その時、 小原十三塚つさらに出会い、小原たちをキリスト教信仰に導く。1908年に最初の妻、白浜武と結婚する。1911年聖教団事件が発生し、中田茂春監督とカウマン宣教師らが分裂騒動を起こす。その時、米田は中田側に着く。そして、渡辺善太、庭平三郎、池田長十郎、藤武。 本郷義雄、小出智春らと共に選挙会協約者と辞任し、中田監督側の正教団協約者になる。米田は中田監督のもとで、2は渡辺と共に委員に就任する。さらに、中田が新たに設立したヨドバシ協会に一家で移転する。しかし、1、2ヶ月の協議の後、米田たちに、 相談なしで、中田監督とチャールズ・カウマン宣教師は和解することになり、中田と宣教師の協力体制が再開される。中田相談なしで、カウマンだと妥協したことを、渡辺と米田は大変不満に思い、埼玉県大宮、現在の秩父方面に、トラクト配布に出かけた。1913年に、笹尾鉄三郎が辞任したことに失望した米田は、 バークレーバックストンに三度目の来日を機に東洋戦教会を去り、神戸に滞在していたバックストンの秘書になる。バックストンが英国に帰国した後は、長崎市でジマメソジスト教会の牧師として赴任した。1920年1月25日より2月1日まで、長崎のメソジスト教会で開かれた純福音宣伝大会に中田茂春と、 つげふと小原十三氏が参加したときに、当時メソジストに所属していた米田は中心になって、活動をる。このことがきっかけになり、1920年3月に7年ぶりにホーリネスに戻る。そして、聖書学院の教授になり、また日本ホーリネス教会深川教会の牧師になる。1920年4月に米田はリバイバル後の木を発表する。そこでは、 アメリカの先発な伝道者がリバイバルを受け負っているように、リバイバルという用語を乱用することに対しての冷静な抵抗をとろしている。しかし、12月30日には、リバイバルの年を送るという対象のリバイバルの開講を書いているが、そこでは、もっと広いリバイバルを待望する趣旨の内容が書いてある。1924年4月のホーリネス大会で、清めの友、旧。 炎の下出筆を中田茂春から受け継ぎ、1933年の分裂まで主筆を続ける。後に聖書学院の教授になり、新約聖書を教える。1925年日本ホーリネス教会が財団法人になった時に中田茂春、車田修司小原十三氏と共に財団法人の理事に選出された。1932年に、 ホーリネス教会第三総会で、板垣三蔵と共に初期に選出され、その総会で、再び理事に選出された。1932年6月9日に、米田は思想上の脱線を防ぐという論説を、清めのとも発表した。それは、一般信徒への独善的な聖書解釈を今める内容である。駒沢大学教授の池上義正は、リバイバルの紅葉の中で、 ヒード・ーソロンを強引に主張していた、中田監督夫妻への牽制であるという。1932年、米田は清めの友の連載していた、聖書日課を、旧約聖書公開、上官、立法歴史の巻、下巻官、鹿予言の巻として発行し、また、新約聖書全開を出版した。小池肖像のリバイバルのさなかに引く男子ホーム脱線の兆しによると、 昭和のホーリネスリバイバルの際に、1932年6月頃、聖書学院では、主の再臨を求める者は、冬物衣類を捧げて祈るべき、わわらくずは焼くべきだと言って、衣類、書籍を焼いた。中田茂春や米田豊の著書も、紛書された。この行動の背後には、社官の中田綾目監督夫人の影響があったと言われる。 1932年第3総会後に、ヨドバシ政会が行われ、聖書より見たる日本という題で5日間にわたって6回の講演した。中田は相当準備して、自らのヒーロソロンを発表した。後に、米田と尾崎京一らが筆記して出版した。ヨンリは中田に才能を見込まれ即記を得得得させられていた。さらに、3月に、 大阪放送で聖書より見たる日本を放送講演した。1933年9月22日に中田茂春監督が聖書学院ご教授にイスラエルの民族の救いとそのために祈る日本民族の祝福を中心にする監督の方針に従って抗議してほしいという書簡を送った。ご教授の米田と車田修司、小原十三氏、一宮正吉、 土屋健一は、ホーリネス教会の使命は、個人の旧例であって、中田監督の新氏名には一致できず、聖書学院の教授を辞すべきであるが、これは、全体の信仰問題に関わるので、教団の最高機関の総会を臨時に召集して、監督の新氏名の是非の裁定を仰ごうとした。中田の承認のもとに、米柄総会上地員は、臨時総会を召集した。しかし、中田は、 臨時総会開催の承認を取り消しして、非合法とみなし、非合法運動を推進したという理由で、米ネダご教授を10月19日に解任した。しかし、臨時総会は、淀橋協会で10月25日に開催された。中田は、臨時総会に対抗して、全国協約社会を聖書学院に非常召集し、10月23日夕方までに、約200名協約者が集結した。 10月24日の朝に総会が上知委員によって開かれるが、メソジストの監督審判法に従って、非合法であること説明して、そのことの交渉を総会大議員である教職に委ねた。臨時総会の席上で10月26日臨時総会の2日目に、中田茂春の監督職を解任する案が上呈されて、全会一致で可決された。監督解任によって、 代わりに代行として委員会制度が設けられ、ホーリネス協会年則に付加された。車田修司、菅野栄、小原十三氏、一宮正吉らと共に5人の委員に選ばれた。ここで日本ホーリネス協会は2つに分裂した。その際、米田は中田の解任状を書いた。中田は信仰の相違で別れるのだから握手して、別れたいと車田修司と握手をした。 その夜、米田と、車田、一宮、小原、菅野、鈴木千之助の六名が、中田邸を訪問して、共に祈り、敵意なく別れた。しかし、その後噛田だ事件や、中田側の民事訴訟によって、問題の解決は難航した。安倍義宗、渡辺善太、松山つね郎、星次郎などの仲裁努力が実って、1936年10月19日に、 和協分離が成立して、日本ホーリネス協会は解消した。そして、委員側の日本政協会と、中田茂春側の清め協会に正式に分離することになり、12月25日分離した2つの団体は、正式に発足した。米田は1936年11月28日、鉄道ホテルで行われた和協後3会に委員の一人として出席した。 その中で中田と和解した。その後は中田派とは別の道を歩むことになる。聖書学院は中田側に渡り、日本聖教会は聖書学校塾を練馬区、諸町に作り、米田は院長として指導者になった。また、帰還し、霊校の主筆になった。1941年6月の日本キリスト教団成立の際には、 日本政教会から第六部の常議員になる。第六部の代表は、車田修司が就任する。1942年のホーリネス弾圧事件の際には、教会指導者の一人として検挙される。2年の実刑判決を受けて上告する。早稲田警察署から、巣鴨の東京拘置署に移される。1943年に、ホーリネス教会は解散し、日本キリスト教団より、 ヨネダホーリネス系の牧師は解任される。1944年4月に保釈されて出所するが、13年間中部で闘病生活をしていた、戦災竹夫人は、ヨネダの入国中に死去する。戦後は、しばらく、埼玉県秩父に居住した。1945年10月8日に、アメリカ合衆国の放送で、車田、ヨネダが殉教した。 というニュースが放送されたが、11月に、車田が手紙を、アメリカ・ロサンゼルスにいた、東洋戦教会の代表レテイカウマンに書き送った、ことにより、純教が誤報であったことがわかる。1949年、車田修二らが、東洋戦教会の援助により、日本キリスト教団を離脱して、日本ホーリネス教会、後に、日本ホーリネス教団に改名するを創設したときには、 参加せず、翌年の1950年、米田も参加して、柏木の東京聖書学院の校内に居住する。後に、日本ホーリネス教団の元老として、車田修二や山崎邸おさむらと共に、日本ホーリネス教団を指導する。1952年に、夏子夫人と再婚する。1959年に、中田の没20周年とプロテスタント選挙を100周年。 記念に際して、中田重春の電気の観光が企画され、牧師の森五郎と、伊藤薫、信徒の川端京五郎と、白根英二らと共に発起人になる。それに、発起人に、車田修司、野平寺天馬、米田勇、小原十三氏、伊豆田誠一、田中圭氏を加えて中田派の四つの団体、ホーリネスの軍、日本ホーリネス教団、キリスト兄弟団の指導者が、 中田重春伝観光委員会が結成される。渡辺善太、安倍義宗、中田吾が顧問になり、米田の息子の米田勇によって、中田の伝記、中田重春伝が執筆が依頼される。戦前から旧約聖書公開、1932年の新約版を出したら良いという助言をするものがあった。1963年に、 旧約公開と同じ型のものを出版しても良いと思うようになり、家庭礼拝のともに3年間連載した聖書日課をまとめて新約聖書公開を出版した。聖書は交互訳を使用し、各書の総論は1932年に出版した新約聖書全開を使用した。1964年小原十三氏の発起により、長教派で80歳の誕生日を祝われる。 1972年に米寿を記念して、命の言葉者より回顧録、主はおいで、が出版される。1976年日本ホーリネース教団の言動として91歳で、脳一血により眠るように穏やかな死を迎える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。